シャドウの気配なし。よし、いけるぞ。おお、ちゃんと塀の内側に出られたな。何しちゃうな。天使じゃん。よしよし、気づいてないな。仕掛けるか。やだ、もうチャンスじゃん。終わりだ。速攻勝利だな。めでたい。じゃあこの調子で行こうぜ。なんだあれ。シャドウがいる。要注意だ。シャドウは気づいてないぞ。状態を見せろ。やっちまえ。やだ、勝負だ。消えろ。今のうちらなら楽勝だね。うん、次も頼むぞ。まだ気づかれてないよね。一瞬仕掛ける。よし、やってしまおう。さすがに減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。たわいもない。どんどん進もう。シャドウ発見だ。怪盗は宝箱を見逃さない。ジョーカー、何が入ってる？ん？ほっ、へっ、うっし、いい、満足だ。気力が少ないメンツがいるな。なくなる前に引き上げろよ。シャドウ発見。注意して。いい位置だな。いつでも行けるぞ。正体を見せろ。気力が少ないよ。戦い方に注意して。ちょっと余裕すぎだろ。この調子でゴーだ。でもやれるぞ。前に気をつけろ。あれ、これラッキー的な。いいぞ、この勢いで潰してしまえ。敵はまだ来る。気力の温存をおすすめする。
敵はあと少しだ。畳みかけろ。ヘルストだ。いただいていく。弱点にヒット。さすがジョーカー。ふん、敵がかわいそうだな。次もうまくいくといいね。気になるもんがあるぜ。反応ないな。この辺りは平気みたいだ。おい、なんだここ。これって牢獄？人がたくさん捕まってる。これが願いを奪われた人たち？見覚えのある顔もいるぜ。間違いなく被害者のシャドウたちだ。こんなところに捕らえられていたとは。じゃあ助けようよ。いや、あの様子じゃここから出しても意味がないだろう。願いを奪われておかしくなっているなら、それを取り戻さなくては元には戻らんか。くっさ、ずいぶん派手にやってくれてんじゃねえか。貴様らどこから侵入した？見つかったか。行くぜジョーカー。レッツショータイム。まだ来るか。なに、氷結が弱点だ。氷漬けのせいだな。まだだ。よっ、ショータイム。バイコン食らえ。敵が減ってきた。このままやっつけてしまおう。倒れろ。うまいぞジョーカー。ナイスだ。なんだよ。よし、あとは塔を登るだけだ。一気に駆け上がるぞ。登れ。アリス、俺だ。結婚してくれ。よっしゃ、てっぺん到着。よし、あの光ってるのをいただくぜ。それがサーチライトの動力源か。ワンピース？個性的なデザインだね。これ見たことある。アリスのブランドが扱ってるワンピースだよ。雑誌で特集組まれてた。服でサーチライトが動いてたのか。よくわかんねえな。ここは認知の世界だから何か意味があるんじゃないかしら。そうだが、それに類するものかもな。もしかしたらそいつはキングの力の象徴ってことなのかもしれねえ。アリスの人気を支えるそのブランドは、いわばキングをキングたらしめる力の源だ。それがジェイルの仕掛けを動かすコアの役割を果たしてるんだろう。そのコアを私たちが取ったんだから、これでサーチライトは止まるんだよね。いや、まだ動いてるやつがある。これと同じコアがあと2つあるっぽい。一つはここから東の方だ。現実で言うと宮前公園らへんだな。めんどくせえけどしゃあねえな。あと2つもちゃちょっと奪ってやるか。他のコアがある場所もここと同じ牢獄だらけの塔なのかな。何か呼び名があった方が良さそうだな。鉄装の間というのはどうだ。なんだよ鉄装って。つかここ魔じゃねえだろ。どう見ても牢獄だらけの塔。牢獄塔とでも呼ぶことにするか。
なの？よし、行こうぜ。近くにシャドウの気配があるぞ。よし、前に入ったわ。狙っていく。よし、ボコボコにしてやる。ゴーラスマッシュ。ジョーカーかっこいい。ここだ。いつもすごいね。あと少し。さあ片付けましょう。あっという間だったな。よし、どんどん行こう。シャドウ発見したぜ。はっ、どうする？ずいぶん気力が減ってるな。そろそろ帰還するか。チェックポイントが近いぞ。寄っていくか。ようこそ、ベルベ合体を行うのですね。ご覧になりますか？登録するのですね。登録するのですか。現在の状態を上書きしました。登録するの。現在の状態を登録するの。現在の状態登録するの。現在の状態登録するの。現在の状態を上書きしました。ご覧になりますか。ご覧ください。強化をご所望ですね。合体を行うのですね。今のあなたでは扱いきれないかと。ではご分を。
シャドウ見つけたぜ。注意しろよ。気をつけろ、シャドウが近いぞ。はっ。相手は気づいてないな。奇襲、いけるぞ。もらった。ウルボッコだ。消えろ。余裕の勝利ってやつか。この調子で進むぞ。次も頑張りましょう。気力の消耗が激しいの。この辺りが宮前公園だな。あそこに見えるのが次の目的地か。って目の前じゃねえか。でもここも簡単に入れそうにないわね。回り込むしかなさそうだな。警戒が強まっていてもおかしくない。慎重に進むぞ。わっ、シャドウは気づいてないか。チャンスじゃね。チャンスだ、一気に行け。うん、やってしまうぞ。大したことはなかったな。じゃあこの調子で行こうぜ。近くにシャドウはいないな。あれは、何あれ。何者だ。ゲッバルダ、騒がれる前にやっちゃえ。おい、あれスケボーじゃね。ちょっと乗ってみようぜ。お、いいアイディアだな、スカル。うまく使えば敵を一掃できるかも。くそ、まだいんのかよ。よし、敵が減ってきた。このままやっつけてしまおう。今だ。いつ。疾風属性が有効。どんどん攻めていこう。ジョーカー、気力少なくなってる。気をつけて。よし。
ぎ澄ませ。見える。あれは見える。ここの扉も閉まってるな。裏口的なとこその辺にないか。あれは見える。研ぎ澄ませ。あれは気力は入れそうなところ見当たらないね。上の方に登る方法ないかしら。気になるのはあの辺りか。何かありそうだな。集中して見てみようぜ。研ぎ澄ませ。宝箱発見だ。きっといいものが入ってるぞ。あれは見える。あれは研ぎ澄ませ。よし。行くぞ。おや、これは怪しいな。あれは何者かの侵入を感知、捕らえろ。いや、よし。反応ないな。この辺りは平気みたいだ。何者かの侵入を感知、捕らえろ。行くぞ。よし。おっ、わあ、宝箱発見。ジョーカー、中身は何だ。ほっほう、これはいい。新しいチェックポイントね。記録しておかない。見える。研ぎ澄ませ。やったな。これで牢獄島に侵入できるぞ。ちょっとへっ、よっ。
あ、シャドウがいるわね。慎重に行きましょう。あれはゲットだ。狙いはつけた。あとは任せるぜ。敵は大慌てだ。しゃあ、やっちまおうぜ。消えろ。余裕だな。顔に書いてあるぞ。どんどん進もう。おお、宝箱だ。開けよう。さてと。反応はないな。あれは研ぎ澄ませ。ま、そこそこだな。怪盗は宝箱を見逃さない。いいね、もっと欲しい。チェッ。見える。また塞がっちゃってるし、せっかくここまで来たのに。ちょい待って、それハッキングで開けられるかも。うお、マジか。そこの機械を調べてみてくれ。私が試してみる。なるほどなるほど。よし、これならいけそうだ。じゃあナビ、ハッキングを頼む。ハッカー魂、見せてやる。じゃあ行くぞ。おいおい、めっちゃ敵出てきたぞ。ハッキングに気づかれたのか。みんな、応援を頼む。みんな、ナビを敵から守るぞ。よし。行くぞ。凍結に弱い敵だ。大丈夫、こっちの方が強い。おい、やばい攻撃が来るぞ。構えろ。よし。あいつは任せてくれ。私を手こずらせるとはやるな。せいせいや。疾風が弱点だ。狙っていけ。
ットだ。みんな最後まで頼む。はっ、はっ、よし、ハッキング成功。私にかかればこんなもんだ。よし。お、新技か。やったな。よし、開いた。でも襲われて超焦ったぞ。みんな護衛サンキューな。ハッキングすると敵が飛び出してくる場合があるのか。これからはナビの装備も整えて探索に挑む必要があるな。やあ、気力の消耗は激しいな。そろそろ引き上げないか。シャドウはいない。進もう。研ぎ澄ませ。待って、シャドウだ。貴様らどこから。警備は何をしていた。アリス様のためこの先には行かせん。気をつけて、そいつかなり強いっぽい。どっかに隙ができるはずだ。相手の動きをよく見て。招待ピクシー、さすがジョーカー、華麗だな。おお、さすがだぜジョーカー。ジョーカー、気力少なくなってる。気をつけて。おっ、行くぞ。追撃するぞ。ジョーカーの追撃がヒント。よっ、せや、そこか。このまま行こうぜ。よっ、電撃が弱点だ。強敵だから気をつけろ。あいつは任せてくれ。よし、これで終わり。これアリスだ。ここのコアは本か。うーんって、あの有名な雑誌、その表紙を飾るなんてすごいね。わかりやすい力の象徴だ。モナの読みは正しそうだな。あんなことしなくても本物の超売れっ子だったのに。ハンサだったらどうしてあんなことを。何かきっかけがあったのかしら。とにかくコアは次で最後だ。ここから西の方にある文化町あたりっぽい。文化町、美術館などもある複合施設だな。一度スクランブル交差点に戻ってセントラル街から行くのが良さそうね。かわいいんじゃん。
確かこの辺に。あ、あった。行くぞ。だいぶ前の勘が戻ってきたぜ。勘だけな。俺たちの間合いだ。行けるぞ。暴いてやる。隙ありだ。チャンスだ。終わりだ。楽な戦いだったわ。これ楽勝かな。よっ、やってしまえ。消えろ。はい、よっしゃ。敵が減ってきた。そろそろ決めるぜ。よっ、格下だな。火炎は効かない。注意な。手応えねえな。この調子でゴーだ。シャドウがいる。気をつけて。正体を見せろ。なんだ。こっちが有利だ。焦るなよ。終わりだ。よし、また強くなったな、ジョーカー。ふん、敵がかわいそうだな。次もうまくいくといいね。この距離いけるな。やっちまおうか。もらった。今だ。フルボッコだ。潰してしまえ。敵はまだ来るっぽいぞ。力温存しとけ。あと少しだ。一気にやるぞ。無駄。さすがジョーカー、紙一重だ。あっという間だね。暇すぎて眠くなる。よし、もらった。うん、速攻だ。よし、筆を洗うよりたやすい。うん、次も頼むぞ。よかった、シャドウはいないよ。セントラル街を抜ければ文化町だぞ。文化町といえば巨大なバレエホールもあるな。バレエ？あ、知ってるぞ。アタックとかレシーブのやつだな。それはバレーボールだ。研ぎ澄ませ。回答は宝箱を見逃さない。ん？いい、満足だ。いえ、あれは相手は気づいていない。仕掛けるか。熱い展開じゃないか。よし、片付けよう。よし、ちょっと余裕すぎだろ。次も頑張りましょう。キング始めるぞ。準備できてるか？
よし、やるぞ。ちゃんと守ってくれよ。頼むぞ、ナビ。護衛は任せておけ。よし、仕掛けるぞ。みんな、守ってくれない？いただきいく。ショータイム！見せてやれ、ジョーカー！うまい！いい位置にぶら下がってるじゃないか。敵の脳天に落としてやろうぜ。返すのだな。いただいていく。ジョーカーの追撃ヒット。ハルは任せてくれ。呪音属性が弱点だ。速攻で片付けろ。おお、やるじゃねえか。なかなか手強いけど、このくらい。援軍を要請する。さすがジョーカー、カネーボー。レッツショータイム！見せてやれ！よし、終わりが見えてきた。もうちょい踏ん張って。今だ。私にかかればこんなもんだ。よし、ハッキング完了。先へ進もう。研ぎ澄ませ。あれは見える。シャドウがいるぞ。シャドウ発見。正体を見せろぜ。やるぞ。消えろ。あれ、何の機械だろう。ちょっと物々しい感じ。何かの電源装置っぽいな。特に危険はなさそうだが、どうする。研ぎ澄ませ。あれは研ぎ澄ませ。お、気になるものがあるな。あいつは手強いぞ。それでも仕掛けるか。見える。よし。研ぎ澄ませ。見える。あれは研ぎ澄ませ。見える。シャドウがいるぞ。しかも手強いやつだ。
たさっきと同じ機械があるわ。スイッチオン。何も起きないな。壊れているのか。電気はちゃんと流れてるぞ。とりあえずほっといてもよくね。先行こうぜ。見える。これいいものだよね。研ぎ澄ませ。あれは見える。研ぎ澄ませ。行くぞ。何か変わった？おーい、やっぱ何も起きねえのかよ。これ以上ここにいても仕方ないか。先に進もう、ジョーカー。やばい奴がいるな。気をつけろ。奇襲、いけそうだよ。さて、くそ、気力がやべえかも。何か落ちているな。暴いてやる。これってチャンスだよね。敵はまだ来る。気力の温存をおすすめする。さすがに減ってきたな。一気にやっちまおうぜ。チャンスだ。終わりだ。大したことはなかったな。次もうまくいくといいね。あ、チェックポイントがあったぜ。あれは研ぎ澄ませ。見える。研ぎ澄ませ。前方の安全確認。シャドウはいないわ。
また電源装置があるよ。これで3つ目だね。また何もなしか。お、なんか作動し始めたっぽい。おお、3度目の正直か。電気は奥の方へ流れてるみたいだ。行ってみよう。見える。気力は大丈夫か。無理しちゃダメだぞ。書くか。研ぎ澄ませ。あれは見える。シャドウ発見。気ぃつけろよ。見える。さっきオンにした装置の電気はここに集まってるみたいだ。あれはさっきナビがハッキングしてたパネルだな。え？あのパネル光らせんのに電源3つも使ってんのか。確かにちょっと考えにくいわね。この先にまだ何かあるのかしら。でも全部オンにしておいてよかったよね。ああ、出なければ一度ここで引き返すことになっていただろう。さすがの勘の良さだな、ジョーカー。じゃあナビ、ハッキングよろしく。よし、ハッキングタイムだ。護衛頼んだぞ。よし、やるぞ。ちゃんと守ってくれよ。ハッキングを開始する。敵は任せたぞ。お見事、戦略がズバリ的中。グッジョブだ、ジョーカー。隠しとな。疾風属性の攻撃で倒せ。消えろ。いい位置にぶら下がってるじゃないか。敵の脳天に落としてやろうぜ。強い敵ではないが電撃は無効だ。気をつけろ。はっ、よっ。なかなか手ごわいけど、よくない。まだだ。スマッシュヒット。ジョーカーかっこいい。さすがジョーカー。見せてやれ。隠した相手だな。油断しなければ楽勝なはずだぞ。丸裸にしてやったぜ。あとちょっとだけ頼む。せよ。氷結に弱い敵だ。大丈夫。ホイライター。みんなお疲れさん。
ミッションコンプリート。文化町まであと少しだ。近くにシャドウの気配があるぞ。よし、行けるぞ。見せろ。よし、やってしまおう。しゃあ、やっちまおうぜ。余裕の勝利ってやつだな。よし、どん。どんどん行こう。てか、ノアールは昔バレエやってたんだっけ？うん、踊りバレエの方だけどね。すごいな。今度、稲妻サーブを見せてほしい。バレーボールな。ますます強くなっちまったぜ。どうだ、新技だぜ。あっという間だったな。しゃあ、この調子で行こうぜ。この感じ、チェックポイントだ。正体を見せる。近くにないか。もらった。フルボッコだ。いいか、この勢いで潰してしまえ。楽な戦いだったわ。うん、次も頼むぞ。よし、敵はいないな。先行こうぜ。あれは何？調べてみましょう。宝箱があるぞ。開けるんだろ。おっと、中身は？これはいいな。つけておこう。